高2生におすすめの英語の参考書をちょっと聞きたいんですけど、受験勉強のスタートのタイミングだと思うんですよ。 Q&A 方式の解説になっていて、2冊目は難関大目指してる人に頭の動かし方を学べる、本当に英語の苦手な子の気持ちが分かる先生だなっていうふうに、舐めないでくれと。どんな気持ちで参考書を選んでるのかと。はい、始めました。マティチャンネルです。さあ、お、久しぶりですね。はい、久しぶりです。武田塾の高田です。よろしくお願いします。今日はですね、ちょっと高田先生に、はい、高2生におすすめの英語の参考書をちょっと聞きたいんですけど、ちょっとこの切り口やったことなかったなと思って。お、本当ですか。この前小馬翔さんも出てて、あ、はい、そうですね。ちょっと自分も出たいなと思ったんですけど。そうなんですよ。やっぱ高2生、はい、まあ今秋じゃないですか。はい、ここ本当に受験勉強のスタートのタイミングだと思うんですよ。お、まあ早慶とか、旧帝とか、うん、もう難関大目指すなら、もう高3から1年、はい、弱で受かるのは正直なかなか厳しいと、はい、もう今スタート切ってほしいということで、うん、今おすすめしたい参考書をちょっと持ってきました。お、何なんですかそれ、はい、ちょっと教えてくださいよ。はい、いきます。今日3冊あるんですけど。あ、3冊、はい、1冊目、はい、入門英文問題成功。あー、最近高田先生推してる。バレてますか。、はい、竹岡先生ちょっとね、はい、そうですね。あれ実はちょっときっかけが、小馬翔さんのオフィスに遊びに行ったんですよ。あ、はい、キャスト大使の。そしたら小馬翔さんがいいんだよって言って、うんうんうん、でちょっと入門英文問題成功 の英文問題成功シリーズ、はい、あれなんか結構古臭い本みたいなイメージあるじゃないですか。はいはいはい、正直英文問題成功とか基礎英文問題成功とか、はいはい、もうどこが基礎だよみたいな、ね、いや、そうそう、難しすぎだよ、難しいよみたいな、ね、でもうまたまたみたいな、小馬翔さんそういう本好きだなみたいな思ってたら、中見たらうおーみたいな。へー、確かに入門かって言われると、うん、まあまあそれなりの英文もあるんですけど、はいはいはい、これ武田塾の生徒にめちゃくちゃ刺さるなみたいな。あ、そうなんですね。へー、解説がQ&A 方式になってて、はいはいはい、1個クエスチョンがあって、じゃあこれ主語はどれみたいな、で主語はこうこうこう考えてこの主語になります、はいはいはい、でこのざっとはどう捉えるみたいな、お、はいはい、でこのざっとはこうこうこういう風に見ていくとこの考え方でこうなりますみたいな、うんうんうん、Q&A 方式の解説になってて、はいはいはい、だから武田塾の、もう先生武田塾もやられてるからあれですけど、個別指導とかで答えだけじゃなくて生徒に考え方を話させるじゃないですか、うんうん、はい、その時にめっちゃ指導しやすいんですよ。おお、なるほど。じゃあこのクエスチョンに沿ってで先生が生徒に質問をぶつけていって、生徒にその英文解釈のプロセスを言わせると、そうしていけば生徒の英文解釈の理解度がめちゃめちゃ上がると思うんですよ。なるほど、そういう使い方ができるわけですね。そうなんです。なんで入門英文問題成功は、まあ、高2生特に英文解釈を鍛えてほしいので、うん、はい、やってほしいなっていう。なるほど、まあ、竹岡先生ね、本当まあ素晴らしい本いっぱい書いてますけど、高2生にはこれだと。そうですね。使い方としてどんな感じで。使い方はそうですね、実際に 2,3 行の英文が載ってるんで、うん、まずは自分でトライしますと、うん、で1枚めくるとそこに出てくる単語とか載ってるんですよ、はいはい、英文解釈って正直、まあ、むずい単語あったらそこは調べてもいいと思うんですよ、うん、だから1枚めくって単語とかもちょっとカンニングしながらでもいいので、実際英文を訳していきますと、はい、で答え合わせ回答解説見るときに、そのさっき言ったクエスチョンとアンサー、うんうん、Q&A のところをちゃんと説明できるまでやり込んでもらうという形で、英文解釈の力はめちゃくちゃつくと思いますね。お、皆さん見てみてください。2冊目、2冊目いきましょうか、はい、2冊目は難関大目指してる人にやってほしい本なんですけど、英文解釈ポラリス1です。ああ、はいはいはい、最近出たやつですね。はい、関先生の本ですね、うん、ちょ解釈が続いちゃってるんですけど。ああ、そうですね、まあまあまあ高2生ね、解釈大事ですからね、はい、そうですね、解釈できて高3になった時と解釈できないで高3になった時でもスタートダッシュがもう全然違いますね。全然違うんで、はい、まあ、時間余裕あるからこそ解釈力入れてほしいなと思うんですけど、うん、はい、これは日大レベルクリアしてる、うん、はいはい、例えば共通テストとかマーク模試とかの英語の長文だったら全然読めるよっていう人が、次マーチの壁、うん、国公立の壁を超えるために使ってほしい。なるほど、そんな解釈の、なんでちょっと世間一般が思うより僕は難しい本なんじゃないかなっていう位置づけで考えてるんですけど、武田塾全国にね400校舎あって、もう本当に幅広い学力の生徒いますから、はい、全体で見たら結構難しい本だと思いますよ、うん、なるほどなるほど。本当に基礎の基礎ができてない人、ある程度やっぱり基礎力がないとついていけない、うんうん、実際入試問題とかも入ってるんで、はいはい、基礎ができてる生徒じゃないときつい本かなっていう感覚です。僕の感覚は、うんうんうん、まだこの後多分 2,3 出てくるんだと思うんですけどね、はいはいはい、どの程度のレベルまでなるのか。3とかやばいですね、そう考えると。2でもだいぶレベル高いと思いますよ。そうなんですよ、まあ、今発売前なんで2がね、はい、まだで、この英文解釈ポラリス1は、はい、まあ、そういう基礎ができてる生徒だったら頭の動かし方を学べる。お、頭の動かし方、はい、実際の英語の入試問題の文章を読むときにどういうプロセスで考えていけば、うん、自然と左から右に英語の文が読めるのかっていう頭の動かし方を学べる、そういう素敵な一冊やなと思ってて、うん、なるほど。で直訳と意訳が分けて書いてあるのもいいですね、うん、なるほど。英文を実際自分の頭で直訳したときはこういう訳になる、でそれをさらに意訳
言い換えるとこういう意訳になるんだみたいな、両方学べるのもすごいいいと思います。なるほど。これはどんな感じで使っていけばいいの？実際に例文というか文があるので、まず自分で実際トライしてみて、はい、で、まあ、多分間違えると思うんですよ、うん、で結構むずめの文も多いんでやっぱつまずくと思うんですよ。だからどう考えたら綺麗に訳せたのかなっていうのを考え方の部分をしっかり吸収してほしいなと思うんで、これも考え方を説明できるまでやってほしいですね。この英文はこう考えてこういう訳になるんだとか、こういう構文になるんだみたいなのを言えるまでやってほしいです。これ高2でできたらめっちゃ最強やと思いますね。おお、はいはいはい。東大、京大、総計、はい、そのあたりも視野に入ってくるんじゃないですか。おお、へえ。じゃあ竹岡先生のやつの方が先、ね、そうですね、先にやってほしいですね、はい、やるなら。なるほど。3冊目は3冊目ちょっとね、いやむずすぎるよと、1冊目2冊目とぶっちゃけ高2だよと、うん、そんな人のために高校英文読解一つ一つ分かりやすく、ああ一つ一つ分かりやすく、はいはい、武藤先生ですね、はい、著者は。あら、武藤先生、これ昨日も飲みに行きました。あ、昨日も、はい、どうしよう、アフロ成長してました。いやもう全然アフロじゃないです今。あ、今違うんです。全然アフロじゃないです。そうなんです。なんか言ってました、武藤先生、その英文読解一つ一つ、僕今年結構押してる。そうそうそう、押して、 ありがとうって言って、 あ、だってなんかお歳暮送るよって言ってましたからね。あ、本当ですか、マジですか。送れる住所教えてくれたら全然送るよ。そんな、じゃあ武藤先生とのちょっと友好関係も始まるかもみたいな。そうそうですね、等身側がどういうかなんですけど、はい、すくすくさ、はい、今ちょうど武田塾の内部の話をすると、はい、武田塾全体で来年度のルートどうしていこうかみたいな話をしてるんですよ、はいはいはい、だから武田塾の前校社長の先生に今年のルート実際使ってみて、まあ、どういうところはうまくいったとか、はいはいはい、ちょっとまあここは課題あるからこういう参考書に変えた方がいいんじゃないかとか、今前後から意見をこう募ってる段階なんですけど、はいはいはい、高校英文どっか一つ一つ分かりやすくが今年から入った参考書ですね、はい、そうですね、まあ、実際に、まあ、短い英文、もう本当これ結構基礎の、大岩の英文法終わった後にやってほしい本なんですけど、はいはいはい、それぐらい基礎の本で、実際短い文を訳してみましょうみたいな、うん、短い英文をどん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 訳していくドリルみたいな本なんですよ、はいはい、でそれを今年導入した結果、うん、全国の校社長がマジでこの参考書でスムーズにいったみたいな、うん、おお、なるほ なるほど。だから全国400校舎たくさんの生徒たちの実績ありみたいな、うん、おお、はいはいはい、そんな感じで本当に今まで正直めっちゃ多かったんですよ、記事の読解のための英文法必修編、うん、入門英文解釈の技術70、いろんな英文解釈の本あるじゃないですか、もっと基礎からなんだと、ほうほうほう、もうそもそも語文系の文訳すのも大変なんだよ俺はみたいな生徒が全国にたくさんいたわけですよ。でそれで形容詞句がどうのこうの、副施設がどうのこうの、いやそもそももっと基礎なんだよみたいな生徒を救う一冊がこの高校英文読解一つ一つ分かりやすくだと思うんですよ。なるほど。だ武藤先生はすごいと思います。そこに目をつけたっていうか、はいはい、本当に英語の苦手な子の気持ちが分かる先生だなっていうふうに思うん でそういう子たちを救えるようになったっていう、うんうんうん、そういう一冊だなっていうふうに思います ね、まあ、見やすいですし、見やすいし、サイズも大きいし、はい、サイズ大きいし、はい、絵がついてるしね、はい、そうなんですよ。世の中にある本ってやっぱ参考書ってこう分かりやすく理屈を教えてくれる参考書が多いじゃないですか、はい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 、高校英文とか一つ一つの解説ももちろん分かりやすいんですけど、うん、とにかくやってみて覚えろみたいな本じゃないですか、はいはいはい、だからこれがね、勉強苦手な子にめちゃめちゃ合うんですよ。もうだから参考書確かに読んだら書いてあるけど、うん、そもそもやっぱ苦手な子ってやんないと分かんないんで、うんうん、英文読解一つ一つはこうやっていくうちにこう手がこう身についていくというか、はいはい、こう力がつくみたいなのが大好きですね。ああ素晴らしい、まあ、入門英文問題成功もやっぱ演習量結構多めなんで、はいはい、あそこも好きですね。新たな名著としてこれから広がっていくかもしれないですね。そうですね、はい、だからまあ似てる本でいうと、初めの英文読解ドリルっていうあの緑の千代先生、うん、はい、かわいいの、はい、の参考書ともまあ構成似てるんで、うん、まあ、英文読解一つ一つの方がちょっと優しめになってますけど、うん、まあ、この2冊結構いいんじゃないかと。小松さんはこっちの方が好きっぽいんですよ。ああ、なるほどなるほど。初めの読解ドリル、はい、僕は英文読解一つ一つ分かりやすくの方が苦手な子はとっつきやすいんじゃないかな。いや、いいんじゃないですかこれは。じゃあもう本当に武藤先生からきっと届きました。いやだからちょっとなんかなんすかね、結構そういう疑われるんですよね、武田塾も。ああ、なるほど。ちょっと忖度がどうのこうのとか癒着がとかいろいろ言われるんですけど、そんな逆に言うともう送り返したいですね、その武藤先生が。ヒントもらっても舐めないでくれと。どんな気持ちで参考書を選んでるのかと。なるほど、なるほど、分かりました。ただまあ喜ぶと思うんで。あ、そうですね、言っておきます。そこは感謝です、本当に。分かりやすい参考書を生み出してくれたことは感謝ですけど、うん、そういうのは求めてないんで。まだまだね、竹岡先生もね出てくれればいいんですけどね。いやでも怖いな、なんか竹岡先生結構ケチョンケチョンに言うとかで有名じゃないですか。なんかめっちゃ言うらしいですよね、授業中とか。聞いたことないですか。あ、それはもう知ってます、もちろん、ね、だからちょっとゲジゲジ、ね、そうゲジゲジって言われたらどうしようとか。お前なんてゲジゲジだよみたいな。すいません。では竹岡先生もね、はい、武藤先生もね出てほしいですけどね、竹田塾ちゃんもね。あ、竹田ちゃん、そうですね、武藤先生は厳しいでしょ、当心ね。竹岡先生とかはねどうなんですかね、ワンチャン。竹岡先生もなんか寸大がだいぶね厳しいって話です。関先生とか出てくれないですかね。関先生
関先生ぜひ武田塾チャンネルにも出てあげてください。お願いします。全然関係ないですけど、まあ、僕出るぐらいじゃないと森手先生もその武田塾の、ね、はい、話とかちょっとあんましないと思うんで、おう、どうですか森手先生の最近の武田塾の教室の生徒たちは。おお、教室の生徒たちですか、はい、おかげさまで素晴らしいルートのおかげでそんなこうね、こう伸びていく姿を見るのはなかなか楽しいものがありますけどね。最近何校に行くんですか。あ、豊洲がまあ一番近い。豊洲校、まあ、豊洲高田の馬場は近いので、はい、うん、あ、でもこの間鷺沼も行ってきましたし、まあ、国立だけじゃなくですね、前は国立だけでしたけど、いろいろ見れるようになったので、いいですね、それは面白かったですね。気がつくことやっぱりあります。やっぱりこういう質問が来ると。あ、なるほど、実際生徒と、はい、うん、ババだとめちゃくちゃすごい上のレベルの質問が来た時とかは、あ、なるほどって思ったりとか、うん、まあ、逆にすごい基礎の質問が来るとかあったりして、はいはいはい、まあ、幅広いですからね武田塾の場合は、はい、今でも高2生とかも問い合わせというか、はい、はい、そうですね、入る多いですよ ね、 すね。ちょっと本当に、まあ、森田先生のチャンネル結構高1高2生も見てると思うんで、はい、受験勉強のスタートはマジで早い方がいいと。そう、本当そう、本当そう、本当もう、そう、高3になってからだから受験生じゃないと、はい、もう高2の秋始めてくれってのはめっちゃ思うんですよ。本当そう、もう受験生になるっていうのはもう自分で覚悟決めた時だと、はい、受験生になったと思ったこの今のタイミングで始めてほしいなと思うんで、高3になるのを待たないでほしいなと、うん、今やんないとやっぱ難関だよ、正直言うと結構きついと、はい、焦らせるわけじゃないですけど、高2生は今スタート切ってほしいですし、我々ちょっとチーム武田塾としては、はい、チーム武田塾としては高2の今のうちに武田塾の参考書ルートをガンガン進めておけば、うん、高3の時かなり余裕持てるんで、勉強のスタート切ってほしいなっていうふうに、これは本当にこれを伝えに来たって感じです、うん、僕はどっちかっていうと。そうです、いつやるの。いや、当時になっちゃいますそうですね、高2の秋今スタートだってことね。そうそうそう、今ぜひ始めてください。はい、ありがとうございました。じゃあ今回高田先生においでいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。